武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、津田塾大学の、国語の勉強について話していきたいと思います。津田塾大学、基本的に現代文のみの、取材となっておりまして、漢字の読み書きの書き取りおよび、数十字から、数百字程度の論述、記述が出てくる形となっています。で、違憲論述、もありますので、小論文と現代文のミックスのような、構成になっていると考えておいた方がいいでしょう。そういう意味で言うと、一般的な国立の論述の対策および小論文の、対策という、ことを少しやっておいた方がいいかなと思います。違憲論述に関しても字数がそこまで多いわけではないので、書き方本一冊とネタ本一冊ぐらいやっておく、形でいいかなとは思いますので、小論文の完全攻略本などですね、武田塾のルートの小論文の参考書などで、あと完全ネタ本、社会科学系統など、やっておくといいかなとは思います。で、基本的な対策としてはやはり通常の現代文優先にはなりますので、対策として、ただ私立の対策とはちょっとまだ違いますので、センターいや日大のレベル仕上げた後に、現代文読解の開発講座、こちら仕上げた上で、国公立、問題集のキャンパス、などやって、得点ダッシュ、などをその後仕上げて、いくといいかなと思います。で、割と漢字の出題量多いので、漢字についてもちゃんと対策しておいた方がいいかなと思います。で、設問に関しては、書く量が多いためスピード勝負になる、側面があります。時間大問2つで80分、という形になっているんですが、80分で書く量にしては割と、多いかなというふうに思います。なので、書き慣れていないとおそらく時間内に解き終わらない可能性が、高いかなと思いますので、その時間内でしっかり、書き切れるように、練習することを心がけてください。以上が、国語の勉強となります。